こんにちは、ゆうがです。今回はですね、ブラックハウススネークの餌やりなんですけど、今ちょっとね、食べちゃってると思うんですけど、これどういうことかっていうとですね、見てるところでね、なかなか最近は、食べてくれなかったんですけど、なんとね、今回は、ちょっと大きい餌にして、すぐ食べてくれたということでですね、久しぶりに、動画を撮れてるということでございます。はい、いやー嬉しいですね。いやうちのブラックハウススネークはあのハンドリングはね、もう本当にそのお迎えする前にお店で、ちょっとハンドリングさせてもらったんですけど、まあ、その時は、もう本当にベタ慣れ状態で、手から離れないような感じだったんで、ちょっとね、お迎えしてしまったんですよ。それが、ね、きっかけでお迎えしてしまったぐらいの、ベタ慣れな感じなんですけど、まあ、マウスがねちょっと、怖いみたいで、なかなかね、ピンセットとか箸から、食べてくれなかったんですけど、大きい餌でねそれで与えていて、っていう感じだったんですけど、今回はね、見てるところで食べてくれたということで、ちょっと途中からなんですけど、動画にすることができました。うん、まあね、その逆っていう人も結構、いるみたいなんですけどね、ハンドリングをものすごい嫌がるのに餌にはこうガッて食いつくみたいなね、タイプの、ブラックハウススネークっていうかハウススネークもね、結構いるみたいなんですけど、まあ、うちの子はね、逆、その逆で、ハンドリングにはね、すごい慣れていてめちゃめちゃおとなしくてねベタ慣れ状態なんですけど、マウスがちょっとねまだ慣れていないという感じだったんですけど、今回はね見てるところで食べてくれたということで、本当に慣れてきてくれたんだなと、いうことですごい嬉しいです。はい、お店の人はねファジーを、食べてると、言っていて、ね、ちょっとなかなかね大きい餌、ファジーにはしてなかったんですよね。マウスでちょっと怖がっちゃうんで、食べなかったりとかしていたんで、ダメだったんですけど、ちょっと今回はね、初めてサイズアップをして、大きい餌にしたところすぐ食べたということで、いやー嬉しいですね。ちゃんとね下サイズの餌を、ね、見てるところで食べてくれると、いうことで、本当にね安心嬉しいですね。はい、なかなかねその餌やりをしてもピンセットから食べてくれなかったということで、なかなかねその接する機会っていうのが、減っていてね、ちょっと寂しかったんですけど、やっぱね餌やりはヘビをね飼育している中でもかなりね大事なコミュニケーションの時間だと思うので、それがね、ちょっとでもね取れるようになってくれると、すごい嬉しいですよね。でもファジー余裕ですね。ずっとそのマウスを怖がっていて、ねL、ピンマのね L とかで与えていて、そっちはね結構食べてくれていたのでそっちを与えていたんですけど、ちょっと足りないかなっていう感じがねやっぱしていたので、今回ちょっとファジー与えてみたんですけど、余裕ですね。ちょっと大きいかなとも思ったんですけど、L とファジーって結構ね大きさ違うんで、どうかなと思ったんですけど余裕でしたね。はい、無事食べてくれてよかったです。結構ね慣れてなかったりとかすると途中で吐き戻しちゃったりとか、するんですけど、今回はね無事、
全部飲み込んでくれました。はい、いや良かったですね。またちょっと、この子と距離が近づいた感じがしますね。はい、ということでまたこの子の動画上げれると思いますので、よかったらチャンネル登録高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。